紀州は中国の行政区分の一つ。現在、三世、遼寧、河北、北京、天津、フフほとウランチャブ等を七つの少子に分属している。上古の中国の九州の一つに数えられている。具体的な区域については、自我、漁師春秋では、遼我の間、主来では、河内としており、現在の山西省を中心とする地域を指しているものと思われる。 呂氏春秋は、また、新国であるとしている。紀元前106年、菅の武帝が、全国に13州に分割し、各州に死死を置いた際、現在の河北省を中心とする地域を、奇襲市部として、義巨禄、定山、清川、趙、公平、新定め、中山、新都の旧軍国を属させた。全菅滅亡後の混乱期には、軍伐の王路が、 簡単によって、紀州を支配したが、三つ竹三の信仰により、廃止する。五冠に入って、高村県を周知とした。五冠末には、軍閥の炎章が行によって、紀州を支配した。炎章の死後、曹操は、彼のこの炎端、炎章を破り、紀州を支配した。曹操は、紀州の古籍を調べたところ、三十万人の軍勢を手に入れられそうだ。 したがって、紀州は大州と言えるだろうと言っているように、この頃の紀州は中国北部随一の豊かな州であった。疑心では新都県を周知とした。英会後の動乱の中で、紀州は後朝、全高市、全縁、全新、ご縁などと目まぐるしく支配者を変えることになった。北魏になると、後四二年に帝州、台和十一年に英州、 広市平成2年に、総州に分割されるなど細分化が進んだ。また、南朝宋の時に、現在の山東省の領域内に、京州として、紀州あるいは南紀州の省家が繰り返されている。随代が成立すると、当初は兄軍を管轄した。607年、軍政志向に伴い紀州は、新都軍と解消され、下部22県を管轄した。 随代の行政区分に関しては下表を参照。唐代が成立すると、新都軍は、奇襲と解消、下北区道の管轄となった。662年、奇襲は、義州と解消されたが、672年に再び、奇襲と解消されている。742年、軍政志向に伴い新都軍とされたが、758年に、再び、奇襲とされた。 壮大の管轄権に関しては過表を参照。五代十国時代の各王朝では統制が添い重ねされ、紀州は下北道の管轄とされた。五代において紀州は北端との国境地帯であったため数多くの戦乱に巻き込まれている。壮大が成立すると紀州は下北東寺の管轄となった。下部に、新都、南宮、夏目強し、武雄香水、 お城の七県を管轄した。りが河北地区に進出するときしは、北総との最前線となり、りにより、北総に対する防衛基地とされ、永安軍と改められた。1128年、きしが、金の支配下に入ると1129年、安武軍節土が置かれた。きしは、下関府に属し、新都、南宮、夏目強し、武勇。 香水の五県を管轄した。1213年、紀州はモンゴル帝国により占領された。紀州は新サダメジに属し、新都、南宮、夏目つよ武勇、新川の五県を管轄した。1369年、民により、新都県は廃止され、紀州に編入された。紀州は魔城府に属し、南宮、夏目つ武勇、 新川の4県を管轄した。1724年、清により紀州は直霊州に昇格した。紀州直霊州は直霊省に属し、南宮、夏目強吉、武勇、新川、香水の5県を管轄した。1913年、中西廃止に伴い紀州直轄地域に紀県が設置され、紀州の名称が消滅した。 1993年に研究史に昇格した際に、奇襲市の名称が採用されているが、旧奇襲に比べその管轄区域は大幅に減少している。2016年に四角区の奇襲区に改編され現在に至る。原子地理市1、民史地理市1、新志向地理市1。ありがとうございます。